皆さんこんにちは。今回は新実装された指輪についてちょっと解説していこうかと思います。指輪っていう新たな装備品が実装されたんですけど、自分が持っているアビリティを指輪につけることができるんですよ。でそれでアビリティの装備枠が実質一つ増えるみたいな感じなんですけど、まあいろんな制限があるんですよ。その代わりに、まあ、今回はこれを説明していくんですけど、指輪はアインクラッド第50層のメインクエスト最後までクリアすることで解放されます。つまり50層ストーリーを最後までクリアしないとできないので注意です。あとは装備可能レベルが95なので、レベル95以上にしないとできません。まあでもこれはストーリー進めていくと、まあ、普通に95以上になるんですぐ。これはね特に難しい条件ではないので。で指輪を作るなら、まずはこのメニューから、まあ、ここに無限のラフコフって今出たばっかなんで、ここにバナーありますけど、まあ、基本的に右下のイベント一覧からこの無限のラフコフと環境魔球、干渉魔球かを選択して、まあ、飛んで、でそうするとこれ50層に来るんですけど、まあこれ50層にあるので、まあ、50層クリアしないとこれ出てこないっていう話だと思うんですけど、まあここに干渉魔球案内人がいるんで、まあ、なんか知んないけど捕まってるはずのラフコフがなぜかこの先にいるんだっていう感じで、全員監禁中なのになぜか無限に復活するというね、謎の設定で、でまあこの人に話しかけてこの干渉魔球っていうやつやると、まあ、この干渉石っていうのが手に入るんですよ。でこの干渉石っていうアイテムを使って指輪を生産する感じなんですよね。でまあ、この無限のラフコフっていうのは、まあ、このウェーブなんちゃらとか書いてあるけど、倒せば倒すほどこのウェーブなんちゃらっていう数字がね、これどんどん上がってって、すごいですね。これウェーブ150まであるんですよね。今強い人でもウェーブ67とかウェーブ70いってる人いんのかな。すごいですよね。そういう人もいるんですけど、これ最大150とかあるのかなって、まだ誰もここ到達してないんですけど、まあ別にウェーブ20とか30でもクリアしたら干渉石は全然もらえるので、まあ人によってはこのウェーブ20とか30までいったらわざと自滅して、でこれ干渉石いっぱいもらえるんで、で自滅してまた一人で挑戦ってやってっていうのを繰り返すみたいな。まあ、これの特徴として、まあ、使用禁止アイテムがあって、まあ、回復アイテム使えなかったり、あの蘇生結晶が使えなかったりするんですけど、まあ、別にやられてもそんなデメリットとかないので、まあ、これ最初弱いので倒せるんですよ。弱点突属性なんですけど、まあ、残属性これ使っても普通に倒せちゃうんですよね、最初の方は。まあ、こんな感じで、まあ、真面目にやるときは突属性武器使うんですけど、槍とか、まあ、解説するためにちょっと適当にやってるだけなんですけど、まあ最初の方とか弱いので倒せちゃうんですよ。でまあこれお知らせ見る通り、まあ大量に敵が出てくるので、まあ複数攻撃できる突属性の両手槍がおすすめと。まあ両手槍だと、まあ熟練度スキルで、まあクールタイムが減少するやつとか、モンスター倒すたびに SP が回復するやつとかあるので。でまあ両手槍とか突属性武器系統で全体攻撃持ってない人は、まあメニューから右下ショップ行って、でまあ、ここにパックってあるのでちょっと押して、でここにバーストパック両手槍っていうのがあるんですけど、まあ、これはジェムじゃなくてこの現金980、現金じゃないな、まあ、アプリ残高、アプリストアの残高で買えるやつなんですけど、まあ、980円で買うと、まあ、こういうセイローランサーとか青の追随サチっていう広範囲全体攻撃が手に入ったり、まあ、あとはこのフラッパースピアリズベットってやつも攻撃モーションが速くて、まあ、中範囲なんですけど結構十分な広さの全体攻撃だったり、まあ、これ変容の装術キリットっていうのも出血にする効果があるんで、これ結構貴重なんですよね、両手槍だと。まあ、あとは SP24 以上の時に SP 消費なしで発動できたりっていう感じなので、まあバーストパック両手槍結構おすすめですね。でまあこれどんどん進めてって、まあわざとやられるって言って
ったんですけど、インゴットで、まあ、こういう最大 HP が低下するデメリットがあるやつあるんですけど、まあ、これインゴット片方の装備セットとかにつけてわざと HP を減らして自滅してでまた周回してっていう人がいますね。でこのラフコフ周回して干渉石っていうのが手に入ったら次は生産してみましょう。で指輪って生産するとメイン効果と攻撃力上昇みたいなステータス上昇のランダムボーナスが2種類つくんですよ。例えばこれだったら攻撃力上昇と残属性ダメージが上昇する効果の2つつくんですよね。メイン効果とステータス上昇効果で、これ生産するときは生産ボーナス付与確率増加の効果を受けますっていうのがあるんですけど、メニューコミュニティギルドって進んで、まあこれギルドスキルっていうのがあるんですけど、まあスキル詳細いくと生産ボーナス付与確率増加っていうのがあるんですよ。ここに武具指輪を生産する際のボーナス付与確率を 20% 上昇するっていうのがあるんで、まあこういうの使ったり、まあショップのアイテムガチャのこの探索っていうやつに生産工場の手引き書っていうのがあるんで、まあ、これ武具指輪生産時のランダムボーナスの付与確率がアップするって書いてあるんで、まあ、これを併用してもあのボーナスが付与されやすくなる。で手引き書 1,2,3 ってあるんですけど、これ併用すると全部同時に効果が発動します。アイテムを使用する場合って効果量が異なるものを同時に発動すれば全部同時に効果が適用されるので、まあ、この生産書を使うんだったらこれ30分間って書いてあるので、この30分間っていう制限時間内にできるだけ早く生産するっていうのを意識した方がいいです。まあ生産するといらないもんいっぱい出てきてそれ売っ払うのがすごい大変なので、で指輪生産する場合まず指輪1を生産するんですけど、メニューアイテム強化交換で生産って進んで、で生産の欄にここ指輪ってあるんで、で指輪って生産素材が全部揃ってないとこのレシピが表示されないんですよ、生産欄に。でこの生産素材っていうのは指輪1、これまあ指輪1,2,3っていうのがあるんですよ。これレア度1,2,3っていうのがあるんですけど、指輪1をまず生産することから始めるんですけど、指輪1の生産に必要な素材はこの乾燥した草とかいろいろ書いてあるんですけど、これが50層以下のフィールド共通素材ってやつですね。例えば乾燥した草だと確か2層だったかな、そうですね、2層の全てのモブモンスターからドロップするやつ、これが乾燥した草なんですけど、まあ、多分これいびつな木の実って3層かな、多分3層だと思うんですよね。あ、7層か、これ7層なんですよね。でまあその各階層の全てのモンスターからドロップするまあフィールド共通素材って言われるやつを使って、まあ、指輪1を生産できるんですけど、あ、まあ50層以下じゃなくて、まあ、50層以上の素材でもこれ生産できるみたいですね。これ百葉竹、これは85層のやつなんで、まあこれでも生産できると。ただこの上層の素材は指輪2とか3でも使うので、まあ50層以下の素材余ってたらそれ使うのがおすすめです。まあとりあえずこれで、まあ、生産できるんですけど、まあこれ自動選択ってやるとまあ20個一気に生産できるんで、まあそれで生産してもいいし、まあとりあえずこれでちょっと生産してみます。まあするとまあいろいろボーナスが出てくるんで、で指輪1を生産したら次に指輪2を生産するんですが、指輪って生産素材が全て揃わないと生産レシピが表示されないってさっき言ったと思うんですけど、この指輪1を生産しないとこのレシピがこの2,3っていうタブに表示されないんですよ。この生産の選択肢に出てこないんですよ。だからまず指輪1を作ろうっていうのはそういうことで、で指輪2を作るのにまあこの百葉竹85層の素材だったり、まあこれ火属性だとまあ85層のやつで、まあさっきの1の方で風属性のやつを生産したら、まあこの風化した石っていうまあ75層の海藻素材を使ってまあ指輪2を生産できるんですけど、まあ試しにこれ指輪2で生産しますね。まあこれ多分 ZZ ってここはアイコンちょっと指輪のとこ書いてあるんで、多分これ睡眠耐性系のやつだと思うんですよね。まあ間違ってたらすいません。まあこれで生産すると睡眠耐性だったやつがこれ残属性モンスターからの火ダメージを軽減って書いてあるじゃないですか。
全く違うランダムボーナスになるんですよ。指輪1で作ったボーナスと全く違うボーナスになるんで、指輪1の時のボーナスが消えます。だから指輪3を生産する時も2の時のボーナスが消えるんで、あの3を作ることを目指してる人は1、2のボーナスはマジで気にしなくていいです。で次に指輪3を作るんですけど、次は、まあ、さっきと同じようにメニューアイテム強化交換って進むんですけど、まあ、この生産っていうところ進むんですけど、今度はこの指輪タブじゃなくてアイテムの方行きます。でアイテムのまあここ絞り込みあるんですけど、この素材アイテムのところタッチすると干渉石上っていうのが出て、これは干渉石を持っていると、まあレシピね、このボスの素材アイテムがあればこうやって表示されるんですけど、ここから干渉石上っていうのを生産できます。まあこれも自動選択で一気に、まあ、生産できるんですけど、今回はちょっと1個だけね、まあ、説明のためにちょっと1個だけ生産します。で干渉石上を生産したら、今度は指輪の生産のところに戻って3が生産できるんですよ。この干渉石上っていうのと指輪2を使って指輪3が生産できるんですけど、この3つ目の素材は、まあ、階層アイテムですね。さっきと同じような、まあ、百葉竹とか、まあ、風だったらこの風化した石とか、まあ、そういうのが必要になるんですけど、まあ、これでどんどん、まあ、生産していくっていう感じですね。1個ずつ、まあ、3は1個ずつ生産で、でこの指輪には最大100個まで持てないので注意です。で、まあ、さっき言った、まあ、生産書30分間使うと効果適用されるんですけど、まあ、その間に生産しまくる場合、まあ、100個までしか持てないので、まあ、それ考慮していらないものを売って、まあ、厳選してって感じになると思います。まあ、あの指輪1、2って作っても指輪3作るんだったらボーナス関係ないじゃないかって思うと思うんですけど、まあ、指輪1とか2で本当にいいボーナスが出てもうダメージ関係なくて本当そのボーナスが欲しいってなったら、まあ、例えば覚醒率1上昇とか、まあ、ブレイクゲージ増加量が増えるやつとか、あの SP が回復するやつとかね、いろいろそういうの出たら、まあ、どうしても使いたい効果だって思ったらそれロックかけて、まあ、生産するのがいいんじゃないかと思います。あ、そのロックなんですけど、あのメニューシステム設定ってやって、まあ、詳細設定左上を押して、でこのアイテムのオートロックっていうのをオフにしとかないとかなりめんどくさいことになるんで、オフにしといた方がいいと思います。まあそのダメージ重視じゃなくてボーナス重視なら指輪1、2を作るのも、まあ、ありかもしれません。まあ指輪3は上層のフロアボスの素材とかも必要になるんで、まあ、上層のボスとか倒せない人は指輪1、2とかね、レベル95到達したばかりの人とか、まあ、1、2までならフロアボス倒さなくても作れるので、で、まあ、指輪1のこの素材は、まあ、50層以下のものでも取れるんですけど、まあ、これは多分25層かななんですけど、指輪2からは結構上の層の素材アイテムが必要になるんですけど、指輪2と3の共通素材、この百葉竹っていうのは85層のモブからドロップする素材、この潮彩の貝殻っていうのは61層のモブからドロップする素材、この風化した石っていうのは75層モブから出る素材、この蛍竹っていうのは81層モブから出る素材、この真っ白な枝っていうのは74層から出る素材、この鈍く光る石っていうのは50層から出る素材、まあこの自然属性によって決まってるんですよね、この何の素材が必要かっていうのは。まあ、このフィールド共通素材っていうのは階層フィールドだけじゃなくてダンジョンとか迷宮区でもドロップします。で指輪が生産できたら次はエクストラアビリティを装備します。メニュー、ステータス、プレイヤー装備、これ指輪っていう項目があるので押します。するとここ未装備って書いてあるんで、まあ、ここリングってここ書いてあるんで押して、でまあ何か装備したい指輪をこれ選んで、で決定をします。でそうすると下にエクストラアビリティっていうのがあるので、ここ未装備っていうところを押して、このアビリティを指輪に装着できるんですけど、ここに緑のマークがあるじゃないですか。この緑のマークがついている効果が指輪に付与されます。だからここで決定を押すと、これでもう装備されたことになります。
でこれ一回閉じてもう一回見てみると、もうこれ装備された状態になってるので、でここに装備セットってあるんですけど、これ押すと、まあ、ここセット登録ってあるんですけど、セット登録すると、まあ、ここ指輪の欄もこっちにねある通り、指輪を装備した状態の装備セットでセット登録ができます。ここセット登録って押すと指輪つけたままでセット登録ができてしまいます。まあ、試しにここ今リングっていうところないんですけど、まあ、セット登録を押すと、まあ、こっちに指輪がついた状態の装備セットが出来上がるので、で指輪にアビリティつけても、アビリティ自体のステータス上昇値ってあるじゃないですか。まあ、このスキルだったらこの画面の右上にアタックいくつとかあるじゃないですか。この分のステータス上昇はないんですけど、まあ、さっきのこの緑のマークがついているアビリティ効果が付与される感じですね。まあ、ステータス上昇がない代わりにコストがかかりません。まあ、コストはね、レベル上げてけば、まあ、装備コストっていうのがあるんですけど、気になんなくなってくるので、まあ、スキルレコード、装備制限みたいな感じなんですけど、まあ、本当に第一層とか序盤の時はめっちゃ気になってたやつなんですけど、まあ、レベル上げてけばそんな気になんないと思うので、まあ、当然のことながら覚醒の効果は発動できないと。まあ、これで覚醒まで発動できたらやばいですけど。まあ、指輪自体の覚醒率上昇の効果、あの、ランダムボーナスとかで出て、それをつけるんだったら、その効果は多分適用されるんですけど、まあ、多分っていうかされるんですけど、で、まあ、ちょっとなんか質問来たんですけど、指輪1の生産で、まあ、各階層素材を使うっていうのがあって、どの属性からどんなボーナスの指輪ができるとかって決まりはあるのかっていうのが、まあ、質問来たんですけど、まあ、なんかその人は、まあ、耐性、の効果ばっかり出るっていう話だったんですけど、俺の持ってる指輪見る通り、いろいろランダムボーナスあるんですよ。耐性とかだけじゃなくて全然いっぱいあるんで、まあ、同じこの自然属性のやつでもこのランダムボーナスはいろんな種類出ると思うんで、まあ、決まりはないと思います。まあ、違ってたら教えてもらえるとありがたいです、動画のコメント欄とかで。で、まあ、あとはメニューアイテム指輪って進んだ時にこの右上の絞り込みボタンから、まあ、いろいろ絞り込み機能があるので、まあ、例えばこれ性属性適用ってやったらこの性属性だけの指輪が出たり、まあ、この3のレアリティのやつだけ調べたいんだったらこの指輪3だけ出てきたりして、あとはこのダメージ何パー上昇っていうのは1から5%まであるらしいんで、で、あと指輪ってアシストキャラには装備できないんですけど、小春には装備できます。メニューステータスパートナー装備って進むと小春のところにも指輪の装備欄があります。で、まあ、ここリングってあれで押して、まあ、なんか押して決定押して、で、そうするとここまたエクストラアビリティって装備する枠があるので、まあ、小春にもアビリティ効果、こういうエクストラアビリティ効果ですね、適用できるんで、で、そうするともうこれ装備したことになるんで閉じちゃって、で、まあ、この指輪のところにアビリティを装備してる場合、同じアビリティをこれ装備しようとしてもまたこれ指輪のところに戻ってたら未装備に戻ってるんで、まあ、当然のことながら指輪に装備してるときはアビリティの方にはつけらんないし、まあ、これ指輪装備してるときにこのセット2の方行ってセット2の方に、まあ、指輪つけて、まあ、このエクストラアビリティつけても、あ、そうか、セット2は大丈夫、セット1セット2で指輪につけても大丈夫なんですけど、このアビリティの方に同じスキルレコードつけると、これセット1に戻ってみると指輪についてたやつが外れてるんですよ。まあ、だから指輪につけてるときはアビリティとしてはセットできないっていうことですね。あと注意点としては、自分が装備してるアビリティとエクストラアビリティで同じスキル名の場合同時に発動しません。全部発動しません。そこはあのアビリティの効果ルールと同じです。このアビリティのこのカッコの中の名前と同じものを装備するとこの効果量の高い方だけが発動します。で、複数こういうのね、同じの何個も発動してもその中のこの効果量が一番高いやつ一つだけしか発動しないっていうルールがあるんで、これはエクストラアビリティでも同様に適用されるルールです。あとは指輪に装着しているアビリティ、まあ、エクストラアビリティですね、それは同じセット内でのキャラ指定に反映されません。
だから例えばこのキリトを2枚以上の時っていう時に、まあ、指輪にキリトのアビリティを装着しました。でもそれはキリト1枚にカウントされないってことです。まあ、詳しくは最近メンテナンスでこのアップデートっていう枠がお知らせにできたので、まあ、これ結構遡りやすくて、まあ、今のところこの1から7までのタブしかないんで、ちょっと遡ってみるとすぐ説明が見れるようになってるんで、まあ、この指輪実装時のお知らせみたいなたどり着きやすくなってるんで、まあ、困ったらメニューシステムお知らせって進んでこのアップデートっていうところをして、でこれ指輪っていうところを見て、まあ、これで、まあ、こういう注意事項とか書いてあるんでこれで見るといいかと思います。まあ、現時点で俺が指輪について分かってることは、まあ、大体そんな感じなんで、まあ、これで動画を終わろうと思います。まあ、ここが間違ってるとか、まあ、何か説明してないようなこととかあったら動画のコメント欄とかで教えてもらえるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。